電圧器の、電源部分です。でちょっと失敗したのがこの部分、この部分なんですけど、二の五、これが2の5、R 端子の、5.5 の5。で、5.5 の5でも入るし、入るんですけど、あ、どこやったか。5.5 ってやると、閉まらなくなるんで、5.5 じゃなくて5.5 の5じゃなくて5.5 の6、電圧器の電源部分ができました。これは木で固定してます。で、これ段ボールでここ動かないように押さえつけてます。で、ちょっとここ動かないように釘を打ってます。で、ここ失敗した、R 端子、5.5 の5、R5.5 の5をつけようと思ったら、これに干渉して、つかなかったので、5.5 の6にしました。で、これは、5.5 スケですね。で、プラスマイナスで、で、これはもうすぐに充電ができるやつで、PC-50 バッテリー充電器専用。これで接続できるやつですね。スーパーナット BC-GM12V 全自動 12V バイクバッテリー充電器で、充電器はこれを使っています。 FTX7L-BS。 なんでこれ使っているかというと、バイクのバッテリー、乗っているバイクのバッテリー KLX125 のバッテリーとを取り外したものです。で、新しく買ったバッテリーは、バイクに取り付けてます。で、これはインバーター、入力が DC12V。 ちょっとバッテリーさっき充電したんですけど、
電圧が12.56V。で、電源をオン。で、こっちにも電源があるので、オン。で、これは 100V は表示されないっていう風になってました。もし 100V で撮っても 100V は表示されない。85.3。ボルト。っていうふうに表示をされています。ホームページで検索したらよく 100V が表示されないっていうのがあるんですけど、制限波じゃないので 100V と表示されないらしいです。これがインバーターのヒューズ、初めからついてたものです。これがバッテリーチャージャーのコンロ。で、これもインバーターについてたコンロです。で、充電したいときはわざわざここをしなくても、これとこれを接続して、で、接続してやったら、こういう風に出ます。あとは電撮器を持ってこういう風にして一式、ちょっとバランス悪いんですけど重さこれ一台で済むっていう感じになってます。これで電撮器は自分の中では完成なんで、あとはちょっと使用してみてから改善する部分があれば改善していきたいと思います。